はい、どうも d a i です。というわけでですね、本日も、えー、独断と偏見とカーテヒ根拠をもとに解説していきたいと思います。本日のテーマは、朝食べると人生が変わる。 生産性を上げる朝フルーツやっていいいきたいと思いま,すまあ僕はあんまり朝ごはん食べない人間なんですけれどもあの断食のスタイルとかを結構いろいろ変えていて僕大体だから1食目は結構なんか野菜食べたりとかフルーツ食べたりとかプロテイン飲んだりとかして始まるわけですね。まあ、だから昼から夜ごはんがある時は夜の予定がある時は昼から食べることもあるし、まあ、朝というかまあ昼早めの昼ぐらいですねに食べるときには早めの晩ごはんみたいな風にして一、まあ、日なるべく16時間何も食べないようにしてるんです 1> 朝一食目にね、やっぱね、朝ごはん食べないとやっぱり体力を持たないとか、まあ、仕事しててやっぱり朝食べないとね、やってられないって方もいると思うんで、そういう方におすすめのですね、フルーツを今日は紹介したいと思います。はい。野菜とかと違ってそんなに食べるのに手間もかからないですし、会社でお昼ごはんにプラス一品みたいな感じで、えー、使うっていう使い方もできると思うんで、そんな食べるだけで生産性が上がるですね、まさに魔法の果実を今日はご紹介していきたいと思います。果実といえば、やっぱワインですよね。というわけで今日もですね、3種類、白飲み比べでやっていきたいと思います。え今日はですねルシアンモランラヌペ ベルナンベルジェスプレミエクルとシャブリのプレミエクールそしてオーベールというですね飲み会をやっていきます乾杯、えー、というわけでやっていきましょう朝、えー、食べるとですね生産性が上がる朝フルーツ、えー、第5位第5位はですねオレンジです はい、まあ、いわゆるオレンジってビタミン C が豊富ってイメージ皆さんあると思うんですが、まあ、ビタミン C 自体はですね免疫を強化してくれるよとかあとはね大事なのがストレスホルモンのコルチゾールのレベルを下げるんじゃないっていうですねデータとかも出てるわけなんですよ。でやっぱり皆さんやっぱ会社に行くってなるとですねまあ、通勤だったりだとか学生だったら通学途中とかやっぱ人が混んでたりとかなんかこう移動しなくちゃいけない疲れとか面倒くささあるじゃないですかでああいったストレスからですね皆さんの身を守ってくれるかもしれないそんな効果があるわけなんですね。なんで、まあ オレンジとかだったら適当にこうやってね、みかんみたいなイメージですけど、あの皮をむいて食べれるやつがあると思うんで、あとは包丁とかで適当に切ればすぐ食べれるんで、オレンジをですね、丈夫しておくというのは結構おすすめでございます。はい。というわけで第5位がオレンジでした。ストレスに強くなるってのはいいですよね。続いて第4位。第4位はですね、キウイフルーツです。 キウイですね。キウイってね、ビタミン C とか、えー、非常に体にあの有効な成分とか酵素がいっぱい入ってまして、まあ、当然ね、あの免疫とかにも役に立ちますし、あとはね、セロトニンっていう、あのいわゆるこう癒しのホルモンみたいなホルモンがあるわけなんですけれども、このセロトニンのですねあのあの、分泌をサポートしてくれるっていう物質が入ってるわけなんですよ。で、結果どうなるかっていうと、睡眠の質が良くなるんですね。だから、まあ、朝食べたりとか、僕の場合は寝る前とかに食べたりとかしてますけど、食べるとですね、睡眠の質が深くなった とかするわけなんで、すよで結果、一日がいい状態になるというところなんで、あれ、キウイは朝食べてもいいし、夜食べてもいいし、もちろん昼食べてもいいし、結構いつ食べてもあのいいフルーツになってきますので、ぜひやってみてください。僕の場合は夜2個食べるようにしてますね。はい。で、朝食べると、それはそれであの効果はあるので、はい。おすすめです。なんから睡眠悩んでる方なんか、キウイを食べる量を増やしてあげると、朝すっきり起きれるようになると思うんで、いいでしょうというお話でした。第4位、キウイでした。続きましょう。第3位です。第3位。第3位はですね、これごめんなさい。ちょっとフルーツって言って,言っていいのかわからないけど、でも多分 気になるもんだからフルーツでしょうねってことで第3位。 アボカドです。アボカド。はい。え、アボカドはですね、これ、あの、非常に、あの、体に良いとされているより、一家不法は脂肪酸ってやつですね。はい。これをたくさん含んでるわけなんですよ。で、こうすると、何がいいかっていうと、頭の回転が速くなるわけです。脳の機能に対してプラスな効果あるよーって言われたりとかしていて、え、アボカドはですね、あの、栄養素もね、豊富ですし、結構いいんですよね。だから朝ごはんとかに、やっぱり脂っこいものとか食べると、えー、胃がもたれたりとかして重くなったりするけど、アボカドの場合は、良質な脂が含まれてるんで、こういう効果 ないわけなんですよなんで結構おすすめはアボカドですね。アボカド用のドレッシングとか結構売ったりとかしますし、普通に僕なんかはね、アボカドに醤油ちょっとつけて食べるのが結構好きなんですよ。だから朝ごはんに目玉焼きとアボカドちょっと醤油につけて食べるみたいな、そういうのでもかなりですね、まあね、卵とかだったらね、あの微量元素とかもいっぱい含まれてるんで、脳の働きにもいいですし、コリンとかね。はい。なんであ、アボカドセットにするとですね、一日の生産性上がるんじゃなかろうかという話です。はい。僕も最近は結構アボカドを取るようにしてますね。というわけで第3位、アボカド。 でした 続いて、第2位と第1位は、これはね、常備しやすいし、持ち運びも楽なんでおすすめです。はい。えー、第2位です。第2位は、ブルーベリーですね。はい。もう、ブルーベリーといえばもう僕というね、僕といえばブルーベリーみたいなね、そういうところあるわけなんですけど、まあ、ブルーベリーとかミックスベリーですね。えー、ブルーベリーはですね、あの、紫色の実ですけれども、あの、色素が超大事なんですよ。抗酸化物質であるアントシアンよく目にいいなんて言ってね、CM とかになりましたけども、あれがものすごく良くてですね、あのブルーベリー大体1日 100g 程度を目安に食べてみてください。 あの一部の研究ではですね、このブルーベリーを摂取することによって、アンチエイジングも効くんだけど、それだけじゃなくて、脳機能を向上させるんじゃないみたいな指摘もされてるわけなんですよ。だからやっぱり、お昼のね、えー、だったりとか、おやつとかにブルーベリーを食べるっていうのは結構おすすめで、さらにブルーベリーがいいところが、冷凍 OK です。はい。あのブルーベリーってね、冷凍すると、細胞が冷凍すると崩れますよね。果物でも食べ物って何でも。で、この細胞が崩れることによって、この色素であるアントシアニンが吸収しやすくなるんですよ。だから、むしろ冷凍の方がいいんですね。特に 僕なんかはアイスクリームとか,なんか買って食べたくなった時には普通にブルーベリーだけ買って冷凍のやつでこうポリポリポリの口の中に入れるみたいな、はいまあ、100g ぐらいのパックとかで売ったりとかしてるので、はいまあ、目安 100g ぐらいですけど僕 200g ぐらい食べちゃうんですが、はい、おすすめですカロリーもかなり、えー、ブルーベリーって低いので20度おすすめできるのでぜひですね食べてみてくださいというわけで第2位がブルーベリーでした、はい、それでは最後ロードン大虫 これベタなんだけどね、やっぱこれがいいんだよね。そう。1位はですね、バナナです。はい。朝バナナなんてね、あの言葉流行りましたけれども、バナナはね、やっぱりカリウムとかいっぱい含んでたりとかしますんで、筋肉のね、機能をですね、サポートしてくれるという効果があるわけなんですよ。筋トレしてる人って結構バナナ食ってるイメージあるじゃないですか。あれもそういうことなんですね。で、あとはバナナはですね、ビタミン B6 っていうビタミン B が含まれてまして、これですね、ビタミン B はですね、特に B6 はですね、神経伝達物質、脳をですね、うまく働かせるのに必要な物質の の生成をサポートしててててくれれ集中力とか上がるるんんじゃねっていうふうに言われてるわけなんですよだからよくさほら勉強の合間にちょっと甘いものを食べたくなるのよねって方いると思うんですけどただ甘い糖分を入れるだけだともったいないんですよ脳を働かせるためには糖分以外にもこういった神経伝達物質に効く成分っていうのが必要なんでだから集中力を保ちたい時とかここぞってところに頑張りたいって時にはですね栄養ドリンクを飲むよりもバナナ食う方が効果あるわけなんですよなんでぜひですね皆さんバナナおすすめですちなみにビタミン B はですねサプリで取っちゃうとなんか肺がんになりやすくなったりするんじゃ みたいなあとはコスト少々になるんじゃないみたいな結構リスクがある物質なんでバナナとか食材から取るのが結構おすすめなんですよそういう意味でもあのバナナは結構いいと思いますあとはバナナは睡眠にも効くんじゃないみたいな成分とかも入ってますんで結構僕なんかは最近ねちょこちょこバナナ食ってますねか最近フルーツばっか食ってるっていうあの感じなんですがぜひですね参考にしてみてくださいで今日はねそんなね朝食べるべきフルーツご紹介したんですが朝やるべきモーニングルーティーンってのも実はあるんですよだからこのモーニングルーティーンの中にフルーツを組み込んでさらにこのフルーツの力 プラスアルファでモーニングルーティーンをちゃんと整備するとですね朝何をするかで一日の集中力とか生産性って結構ガラッと変わったりとかするんですよだからほんと朝もう5分だけこれをやるみたいなそのモーニングルーティーンで有効な習慣をつけるだけで一日の集中力とか忍耐力が大きく変わったりとかするのでぜひですねモーニングルーティーンに何をすべきなのかってことは勉強しておくと得だと思いますぜひ皆さん勉強してみるといいんじゃないかと思いますはいとはいえモーニングルーティーンの研究とかモーニングルーティーンに関する本なんかなかなか見かけないじゃないですかね なんでね、あの、ご安心ください。D ラボではご用意しております。えぜひですね、この動画の概要欄、えー、コメント欄の方からですね、えー、D ラボでモーニングルーティーンって検索してみてください。あ,あの、一日の生存性をですね、爆上げしてくれるモーニングルーティーンの科学、解説してますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、えー、続き概要欄コメント欄の方から D ラボでお待ちしてます。バイバーイ。